中京競馬場第2競走です。2歳の未勝利戦、この競走はダートの 1400m の競走です。頭数も16頭と揃っています。スタート地点は中京競馬場2コーナー近くにありますポケットからになります。ダートスタートしてしばらくは芝の上、そして周回コース2コーナー近くから徐々に足元がダートへと変わってまいります。エマウリオマレプ、これから収まるところです。続々と各馬収まってゲートインは極めて順調です。ゲート後ろ待っておりました16番白山パイオニア、これから促されます。白山パイオニアです。続々と収まってまいりまして、今白山パイオニアが最後ゲートに収まっています。スタートしました。いいスタートは15番のエンジェリックアイが切りました。しかしこれを制して一気に16番白山パイオニア前の位置、さあ足元が徐々にダートへと変わって、内から2番のマイネルフォーコンが前の位置、2番手12番の夢は果てしなく、3番手14番のマボロンテ、外から16番白山パイオニア、内から1番タリエシン、5番タイガーミノル固まって、この圏内外目11番のミレクイーンです。直後4番の宮地シャルマン、そして外からはスッと6番のカリスマタイクーン、連れて15番のエンジェリックアイと行為を形成。その後方からはエマウリオマレプ、内差がなく3番のマルモルミエール、後方からは7番ダンスターセルが続いて、外ビダッと馬体を制して13番の竹内リッキー、その後方からはじわりじわりと、さあゴーツー霧島ポジションを上げます。あとは9番のベガーズブリエが続いております。さあ各馬がこれから3コーナーカーブ、3、4コーナーの中間地点へとかかるところであります。先頭は2番のマイネルフォーコン、マイネルフォーコンが逃げる形になっています。これを外から見るように12番の夢は果てしなく2番手の位置、外から14番のマボロンテ接近、外から押して押して、さあ16番白山パイオニア、白山パイオニアが今後位の一角に取り付いて、さあ徐々に前に接近する構えを見せている。前の争いですが、わずかに内粘り込みを図ります。2番のマイネルフォーコンでありますが、今度は外からスッと14番のマボロンテが上がってきた、マボロンテが上がってきた、夢は果てしなく、この2頭の追い比べ、さあマボロンテ、夢は果てしなく、そして2番のマイネルフォーコンが盛り返す。さあ前の争いですが、2頭並ぶように五輪、12番の夢は果てしなく、2番のマイネルフォーコン最後盛り返し、最後マボロンテは若干足色が鈍りました。ゴール前は2頭の争い、マイネルフォーコンか、あるいは12番の夢は果てしなくか、2頭が接戦となっています。3番手14番のマボロンテです。あとは開いて4番の宮地シャルマン以下です。中京競馬第2競走が終了いたしました。勝ちタイム1分26秒8です。上がり 800m は50秒5、 600m は37秒9でした。さあ12番の夢は果てしなく、2番手追走からの競馬、前に行って粘り込みを図りましたマイネルフォーコン、一旦は14番のマボロンテ、最後よく並びかけたんですが、最後若干失速、3番手となっています。さあゴール前の争いどうでしょうか。わずかに12番の夢は果てしなくにも見えますが、やや影がありますので、接戦とお伝えしておきましょう。もしかすると1、2着写真判定になるかもしれませんが、まあ、ちょっと影で見づらいところはありましたが、夢は果てしなく、有利と見て最終オッズご覧いただきます。ここも時間の都合上、画面でのみのご紹介とさせていただきます。12番、2番、14番ですと3番人気、7番人気、1番人気という組み合わせ。2番マイネルフォーコンはちょっと人気薄でしたね。中京2レース確定までお待ちください。